어디에서 오시킨다. 얼마 전에 정말 엄청난 일이 일어났죠. 여러분들도 정말 깜짝 놀라셨을 텐데요. 저도 굉장히 놀랐거든요. 그 일이 터지고 난 다음에 라이브 방송을 켰는데 신 작가님이 들어오시더니 일본인 인터뷰를 한다고 하시더라고요. 그래서 저도 가서 인터뷰를 함께 진행해봤습니다. 해당 영상 지금 바로 확인해보시죠. Let's go. 아베모토 소리가 나쁘는데 일본의 반응은 どうですか? とにかくびっくりしてます事件だから信じられない感じ。びっくりするのは信じられない感じ。容疑者が自衛隊出身だったんですけど、それについて日本人はどう考えてますか？ああ、自衛隊だったのは分かったけど、それから後に自衛隊とは関係なくて家族の問題で安倍さんを逆恨みしてたっていうニュースが出てたので、自衛隊っていうのは何も関係ないと思います。ただその貧富の問題。そうだと思います。なんか宗教絡みっていう風に出てたので思い込みがあったんじゃないかなっていう風に今報道されてますね。日本の国民たちは安倍元総理についてどう考えてますか？いいところもあったし、長い間総理大臣にいたことで自分に都合がいいような、自分に都合がいいことを勝手にできたっていうイメージもあるので、そうだな、亡くなって悲しいところもあるし、このまま例えば森友とか賭け問題がうやむやになるんじゃないかなっていう思いもあります。人のイメージがいいっていうことは今言った通りで、なんかいろんな問題あるじゃないですか。ええ、桜問題とか、ええ、森友賭け学園、ええ、いろんな問題あるんですけど、ええ、そういう問題があるけど人のイメージがいいですか？そういう問題があるけど、うん、そういう問題が2割印象として、安倍元総理大臣の印象として2割から3割で、世界的にいろんなことを成し遂げたっていう印象が多分7割8割あるんじゃないかと思います。その問題について気にしてない人がもっと多いということですね。そうですね、気にしてなくはないけど、あ、気にしてないんじゃなくて、政治家の気にしてない、うん、じゃなくて諦めてる。政治家が隠そうと思ったらその力で隠せるから結局は追及できないだろうっていう諦めの気持ちの方が強いと思います。日本の政治はもともとそうだったから、そう諦めて、そう強いと思います。その気持ちが変わることはないっていう、そういう考えを持ってるっていうことですね。そうですね、諦めてますね。だけど今回亡くなったことでもしかしたら追及していくかもしれないから、何かが変わるかもしれないですね。だけど人のイメージはいい。そう、人のイメージはいい。今まで日本の総理大臣の中で一番人気が高い、人気ある人は誰ですか？田中角栄、小泉純一郎だと思います。安倍さんより？ええ、今回のことで海外じゃなくて日本の国内、日本人だけが知ってる、なんかそういうものありますか？今回の事件で、はい、日本人だけが知ってる、いやみんな世界的にだと思うけど、日本人が知ってることは警察の SP が力がなかったなっていうこと。全世界が知ってますよ。でしょ、日本人もみんなそう思ってるし、日本人だけが知ってることはないと思います。安倍さんが総理をやった時に税金が上がったんじゃないですか。それについて日本の国民たちはどう思ってますか？今考えたらそれ、もともと上げるのは反対だったけど、安倍さん三本の矢っていうのを上げたでしょ、経済政策を。でそれに丸め込まれたと思ってます、私は、国民もみんな。だから本当は反対だけど諦めてますね。これも、うん、これも国民たちは諦めてる、ええ、仕方ないって。そうそう、数で負けてるから。安倍元総理が亡くなってこのことで数
한미관계가良くなると思いますか？それは関係ないような、何も変化がないような気がします。なんでそう思うんですか？だって安倍さんが特に韓国と仲を悪くしようとしたわけでもないし、どの政治家もまだ動いてないんだから、安倍さんが いてもいなくてもそれは変わらないと思います。安倍さんが 今までやったことの中で一番良かったと思うことは何かありますか？特にないです。特にない。その中でそうでもちょっとこれは良かったなと思うことはないですか？ないな。ないな。個人的に今回のことどう思うんですか？気の毒だと思います。こんな亡くなり方をするなんてもう誰も思ってなかっただろうし、日本でこんな事件が起きるとも思ってなかったから、まあ亡くなられた方は本当にお気の毒だし、まあこんなことあっちゃいけないんじゃないのとは思います。今回のことで日本の社会に変化があると思いますか？急にはないと思いますけど、少しずつ時間が経てば安倍さんの何かこう政治家に対する影響が薄れていくので、少しずつ何かは変わるのかなと思います。今回安倍さんが亡くなって日本の社会が右傾化するかもっていう話があるんですけど、どう思いますか？それはないと思います、ないといいなと思ってます。우경화가되지않는다되지않았으면좋겠다라고말씀을하셨는데과연어떻게될지저도궁금한데걱정스럽기그지없지않을수가없지않네요 네아무튼오늘영상인터뷰여기까지입니다일본의반응전체적인반응은아마도신작가님께서올렸을거니까저는여기까지하도록하겠습니다네새우젓빠진김치같은느낌이들수도있지만급하게올린영상이니까양해부탁드리고요저는다음영상을가지고다시돌아오도록하겠습니다지금까지시쿤이었습니다감사합니다